高知、ソフトバンクは層が厚い。プロ17年目の第一人者でも試合に出続けたい、打たないと試合に出られないと危機感あらわ。やはりホークスは選手層が厚い。人的保障で選手取られてるのに層が厚いのには何か秘密があるんかな。チームに所属する平均的な選手が2軍の試合に出るハードルは12球団1やろ。層が厚いなら人的保障誰でもよかったくね。薄いからプロテクトであれもこれもでベテランの戦力を外したんやろ。川村とか中田とかにしようもシワイカになっても層が厚いならシワイカになっても出られないね。4軍まであるんやから層が厚くて当たり前やないですか。高知はソフトバンクを未だにビビってるよな。層が厚いのになんで毎年 FA 補強してんの。使ってないだけで層自体は12球団1やと思うで。大竹とか田中正義がほぼ投げてないんだもんな。ソラニチ尻8連敗という無様な姿晒したしな。トカスは W。一昨年くらいまでの野手は本当に熱かった。怪我人出まくりでもいつも王1位やったし、レジェンドすらプロテクトしきれないからな。というかソフトバンクはとりあえず褒めとかないと巨人の格が下がってしまうんよ。試合は監督の思うようにはいかんやろうが、選手の対談も監督の思うようにいかない不思議な球団。層が厚いはずなのに怪我人が出たら穴埋めができるだけでスタメン奪えないのはなぜなのですか。正直人的保障より現役ドラフトの方が Y はひどいと思うけど、なんで人的は嫌で現役ドラフトの方は OK なのか選手は教えてほしい。腰も自律神経もボロボロの選手をなかなか引退させることができない若手情けない。何なら山川と明って年齢近いっしょ。ファンは中村明いらんって言うけど層が薄いから中村明が戦力なんだろ。いつまで最強ホークス引きずってんねん。そもそも中村自体が過大評価すぎる。OPS7 割すら超えないファースト戦とか邪魔やん。ご視聴ありがとうございました。